神は歴史の中心にイスラエルを置かれた。カナダ、なにこれ、英子おばさんへ、こんにちは。おばさんのお話を聞くのを楽しみにしてたんだけど、急な海外出張が入っちゃって今日は行けなくなりました。本当にごめんなさい。実は関西からいとこのケイちゃんが遊びに来ていて、一緒に行っておばさんを驚かせようと思ってたんだけど、僕は行けません。ケイちゃんをよろしくね。もうすぐケイちゃんがそちらに着く頃だと思います。それでは、英子おばさん、ケイちゃんと良い時間を。シャロン。ケイちゃんと、お邪魔します。ケイ、おばさん元気やった？あ、いらっしゃい、いらっしゃい。うわ、お久しぶり。久しぶり。なに、今が進学行ってんだって？そうなんですよ、今進学生です。うわー、いいの、たけちゃんからね、はい、メールもらって。あー、そう、けいくんが来るってびっくりしてたのよ。いやいや、関西から来ました。いやー、ありがとう。いや、今日はけいくん何を質問してくれるの？はい、今日は僕ずっと疑問に思ってたことなんですけど、教会とイスラエルの違いについて今日は英子おばさんに教えてもらいたいなと思ってきました。いい質問しますね。いや、それは素晴らしい質問。じゃあ、はい、今度私があなたに質問するよ。はい、ケイ君はこの聖書誰が書いたと思う？聖書は66巻あって、たくさんの人によって変わりましたよね。そうね、そうね。じゃあね、第二手モテの3章16節読んでみて。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。でしょ、はい、これは神様の霊感によって人間が書いてるから、うん、この聖書の作者っていうのは神様なのよ。うん、でね、そうですね、うん、だから私たちは、旧約聖書、新約聖書って分けてるんだけど、うん、実はこれ全部一人、うん、作者は一人、神様なのね。だからまずはイスラエルと教会はどう違うのかって考えるときに、旧約聖書、新約聖書っていう考えをのけてしまうのね。なんか僕らやったらこう新約聖書だけを読んでればいいって思ってしまいますけど、やっぱ旧約聖書と新約聖書を一緒に読んでいくってこと大事なんですよね。一貫してるっていうふうな考えで答えていくわね。はい、お願いします。じゃあね、まずはイスラエルの方から見ていくので、はい、創世記、はい、創世記の13章15節読んでくれる？私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫とに与えよう。ここに永久にあなたとあなたの子孫に与えるって書いてるんだけど、はい、永久ってどのくらいの期間？永久ですか？まあ、それは、まあ、途切れもなく、こう期限のない期間のことでしょうか？でしょう、はい、じゃあ今も続いてるっていうことよね。はい、ね、うん、じゃあ今度は、創世記26章、はい、26章の2節と3節読んでみて。主はイサクに現れて仰せられた。エジプトへは下るな、
私があなたに示す地に行きな、住みなさい。あなたはこの地に滞在しなさい。私はあなたと共にいて、あなたを祝福しよう。それは私がこれらの国々をすべてあなたとあなたの子孫に与えるからだ。こうして私はあなたの父アブラハムに誓った誓いを果たすのだ。あ、ここで永久にあなたとあなたの子孫に与えるよって言われたアブラハムの誓いが、うん、イサクに同じこと言われてる、うん、これ土地問題、はい、この約束の土地に関することね、うん、じゃあ今度は28章、はい、28章の13節と14節。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられた。そして仰せられた。私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。はあ、今度は、うん、アブラハムに永遠の約束なさったのをこのイサクに与えて、そのイサクに与えたのを、うん、このヤコブに与えてる、うん、これがあなたが横たわっている地って言ってるから、うん、土地問題。ああ、そうなんだ、ね。うん、土地問題ね。うん、だから、はい、あの約束の地は、あ、全部あ、彼らに与えると約束なさってるわけね。うん、だから今、パレスチナのうちに彼らが住んでるってことですよね。うん、それももちろんそうなんだけど、うん、この今3つ読んでもらったでしょ、はい、この3つの中に同じ言葉が3回繰り返されてるのね、はい、それがあなたとあなたの子孫に与えるあなたっていう言葉がついてるの。っていうことは、はい、アブラハムもイサクもヤコブもこの土地が与えられるはずなのに、その土地を与えられないで亡くなってるのね。けどアブラハムもイサクもヤコブもあの土地に住んでましたよね。あ、住んでました、住んでました、住んでたんだけど、はい、あのアブラハムの住んでた、あ、イサクもそうなんだけどね、これ、うん、ネゲブのアラノって呼ばれているとこで、はい、ここでアブラハムもイサクも遊牧してたのね。ヤコブもそうだけど、遊牧民族ってね、これベドウィンって呼ばれてる遊牧民族なのね。そうなんよ。で、この人たちの土地じゃないんですよ、これ。あ、そうなんですか。うん。ただここに草があるから、あ、家畜をここへ連れてきてるのね。そう遊牧してるわけ、うん。アブラハムもイサクもヤコブも遊牧していただけで、はい、土地は自分のものではなかったの。ってことはさっきの3つの聖書箇所は神様が約束したことやけど、それは神様の約束じゃ破ったってことでしょうか。ああ、それ。あの、本当にそう思っちゃうよね。うん。うん、だから、今度は、イエス様の言葉を見ていきたいと思うのね、はい、うん。イエス様がそれに対して何ておっしゃってるのか、マタイ。はい。マタイ22章で、あの、サドカイ人という連中が、何とかしてイエス様を、困らせてやろうと思って、うん、復活を信じてない人たちがイエス様に質問してるのね、うんうん、だからマタイ22章の、はい、23節から32節ちょっと長いんだけど、うん、読んでくれる？はい、大丈夫です。その日復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問していった。先生、モーセはもしある人が殺ないままで死んだなら、その弟は兄の妻をめとって兄のための子を設けなければならないと言いました。ところで私たちの間に7人兄弟がありました。長男は結婚しましたが死んで子がなかったので、その妻を弟に残しました。次男も三男も7人とも同じようになりました。そして最後にその女も死にました。すると復活の際には
その女は7人のうち誰の妻なのでしょうか。彼らは皆その女を妻にしたのです。しかしイエスは彼らに答えて言われた。そんな思い違いをしているのは聖書も神の力も知らないからです。復活の時には人はめとることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようです。それに死人の復活については神があなた方に語られたことをあなた方は読んだことがないのですか。私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あ、これは復活を信じてない、サドカイ人の言ってることだから、うんうん、イエス様がこの29節で、あなたは、だからは大変な間違いをしていると、うん、聖書のことも神の力もの知らないからそんなこと言ってるんだっておっしゃってるのね、うん、それで32節だけど、はい、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の神ではありません、うん、生きている者の神ですっておっしゃったんだね。うん、私イスラエルに18年いたんだけど、はい、アブラハム、イサク、ヤコブのお墓があるのよ、ヘブロンに。そうなんだ。でそこに行って立派なお墓があるのをちゃんと見てきたの。だから死んでるんですよね、うん、彼らは今生きてないですよね、うんうん、だけどイエス様のお言葉は、うん、神は死んだ者の神ではありません、生きている者の神ですっておっしゃってるのね。そうなんっていうことは、うん、永遠にこの土地をあなたとあなたの子孫に与えるよと言ったお約束は元気に生きているので、うんうん、復活というのは不可欠なのね。そうなんや。じゃあさっきの見た3つの御言葉は復活の時に成就するってことなんですね。ということなのね。ああ、そうなんや。だから神は死んだ者の神ではなく、うん、生きている者の神ですっていうのは神様の目には私たちは永遠に生きているわけだから、うんうんうん、そしてその時が来たらいただくはずのものをちゃんといただくというので、このお言葉をイエス様がおっしゃっているわけだよね。そうなんや。じゃあイスラエルと教会っていうのは別なんですか、それともイスラエルに教会が入るっていうことなんですか、その約束は。またいい質問しますね。ここで、イエス様がおっしゃったことをまた見てもらいたいんだけど、マタイの16章の、はい18節、はい、これは教会に対して、おっしゃってる言葉なのね。では私もあなたに言います、あなたはペテロです、私はこの岩の上に私の教会を建てます、ハデスの門もそれには打ち勝てません。教会はまだ始まっていない、この岩の上に、うん、これから教会を建てるって言ってるので、うん、教会はまだ、でもイスラエルはもうすでにある、そのことをもっとよくわかるようにコロサイ人の一章18節読んでみて。また巫女はその体である教会の頭です、巫女は初めであり死者の中から最初に生まれた方です、こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。教会というのはイエス・キリストが十字架にかかられ復活なさってから、うん、始まる、うん、そしてキリストが頭で、うん、教会はキリストの御体だということを言ってるのね。うん、ってことは旧約聖書ではあまり教会のことは知られてなかったけども新約聖書でそれが明らかになってるってことですね。そういうことなのね、旧約聖書では隠れていた真理、うん、教会っていうのは
世界の土台が作られる前から神様がもうちゃんと用意してらっしゃる、ことだったんだけれども、それが新約聖書になって明らかになったっていうね、ここに、エペソの3章8節から11節読むとそのことが書かれているので読んでみて、はい、エペソ3章8節から11節までね。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造した神のうちに予約されていた奥義の実現が何であるかを明らかにするためです。これは今、天にある支配と権威とに対して、教会を通して、神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて、成し遂げられた神の永遠のご計画によることです。もう永遠の時からもうこれはご計画されてたんだけど、この世界には2種類の人類しかいないのね。イスラエルの民と異邦人なのね。でイスラエルの民っていうのは神様の民、そして、父なる神様の奥様ってね、これはホセア書を読むと分かるんだけど、すごく大切にもう決められてることなんだけど、異邦人のために、今度は教会というのを神様が用意してらっしゃったわけね。その奥義が新約聖書で明らかになったということが書かれているわけね。旧約聖書ではイスラエルがはっきりと表されていて、そして、新約聖書になって、全く隠れていたその奥義がバーッと花が咲くようにして、イエス・キリストを通して新しく教会ができたっていうことなのね。でその教会に対して、キリストの花嫁っていう言葉があるでしょ、そのことに関して、ヨハネに書かれているので、ヨハネの14章、2節と3節読んでくれる？私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。これは一体どういう意味なのか、私たち何気なく読んでしまうんだけれど、これは古代の婚約時代を表しているのね。そうなんや。古代の婚約っていうのは親が決めるの。この子とこの子を結婚させましょうって言ってね、ね、そして、花婿の方は あの人と結婚するんだって分かったら、もう一生懸命働いて、コツコツとお金を貯めて、そして父親の横に家を建てるのね。自分の家の横に、自分お父さんの家の横に花嫁を迎えることができる家をコツ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 と建てていくの。すごいでしょ、イスラエル行ったでしょ。行きました。その時にあの、家がアラブ人の家で屋根の上に柱だけ立ってるのを見たことある？見なかった、それか壁はあるんだけど屋根ができてないとか、まだ出来上がっていない、屋根はかろうじてくっついたんだけど窓もないっていうような、その中途半端な家っていうのがね、アラブ人の家にいっぱいあるのね。婚約時代に、イエス様の時代は家を建てるっていうことがあったんだけど、今も、アラブ人のところでは同じしきたりがあるのね。だから婚約したっていうと、
お父さんの家の横に、家を建て始めるんだけど、お庭がなければ、よほどに大きいお庭がなければできないじゃない？そしたら今度家の、うん、お父さんの家の上に建てるのね、上に、うん、上に建てるのね。だからあやっと柱を建てる分のお金ができたっていうと、うん、柱を建てるんですよ。設計図はできてるんだけど、うん、柱を建ててもうお金がなくなっちゃったから、うん、また一生懸命働いて、うんうんうん、壁を建てるお金ができたからって壁を建てるのね、うん、こう旅行して歩いてると屋根がないんだけど今建ててる最中だなっていうような家をたくさん見るのね。そうなんだ、うん、どうかしたら何年間もそういう形で、うん、やっと屋根をつけるお金ができたっていうと、うん、そのお金で屋根をつける。だけど中身のお金を今度たはず、うん、どんどん貯めなきゃならないから、ずいぶん長いことかかって出来上がらせたら大変なものなんだけど、長い間待ってるわけだから、婚約者っていうのはね、いつになったら迎えに来てくれるのかわかんないんだけど、できたよってまず知らせを送るのね。だからその知らせ、うん、もうすぐだよっていう知らせを待ってんだけど、その出来上がって、家具も入ってそして新しいお洋服も捧げることができる分も全部用意できると、うん、花嫁を迎えに行くのね。だからここで私の父の家にはたくさんの場所がありますっていうのは、もう家を建てに行くんだよと、あなたのために家を建てに行くんだよという婚約時代を表してるのね。そして迎えに来ますって書いてあったでしょ、あなたを迎えに来て、そしたらあなたもいつまでも私と一緒にいれるように、これ婚約時代を表してるのね。そうなんよ。だからね、何イエス様2000年間も私のことほったらかして、イエス様も家建てるのに一生懸命っていうような、まあちょっとこれ冗談だけど、そういうふうな現在の状況、私たちは婚約者なんですよ。なんかこうずっとキリストの花嫁とか聞いてたけど、こう花嫁が花婿をずっと待つっていうのがすごくなんかリアルに分かったような気がする。いや今日ほんまなんかいろいろ教えてもらって、すごく自分自身が新しいことばっかりですごく嬉しかったです。いやー私の方が嬉しかった。まずケイ君が来てくれるなんて夢にも思わない、もう本当に驚かされた。いやもう絶対また来てね。いや本当に絶対また来ます。今日のおさらいをします。神様がアブラハム、イサク、ヤコブに語られた土地の契約は永遠の契約で、あなたとあなたの子孫に与えると言われたので、アブラハム、イサク、ヤコブにも語られた約束です。そのことは未だに成就していませんから、復活は不可欠です。イスラエルと教会は2つのグループです。イスラエルは父なる神様の奥様です。教会はキリストの花嫁です。教会とキリストは現在婚約中で、イエス様は私たち花嫁のために家を建ててくださっています。それでは皆様またお会いしましょう。シャロー。